はい、皆さん、What's up? バッパー翔太でございます。今日はですね、皆さん見ての通り十和田湖に来ております。めちゃめちゃ美しいです。どうですか？めっちゃ綺麗。この車中泊スポット最高です。無料駐車場やし、無料のトイレって24時間も空いてるし、このビューやし、はい、すごい。もうすぐ濃いですね。ちょっとオレンジっぽい、オレンジっぽくなっててます。で、この十和田湖の周りはちょっと観光したんで、その動画はバッパライフの方で皆さん上げてるんで、もしよかったらバッパライフの方もチェックしてみてください。ということで、今日はですね、本題です。問題の天気がですね、今日かなり冷え込みます。今まで夏みたいに暑かったんですけど、一気に冷え込んで、今日の天気なんと9度まで下がります。はい、やばいですね。やばい。あ、今が9度です。今9度で、夜は4度まで下がる。おお、これはもうプロパーウィンター、本物の冬です。早い、2週間前エアコン使いました。エアコン使ってました。一気に寒くなりました。すごいですね、めっちゃ早く冬来た。はい。で、今日はあの八甲田の山でも、あの雪が積もったりみたいな、山の頂上ね、僕らや登った時と登った山ですよ、もう雪降ってるらしいです。1週間前登った山がもう雪です。やばい、やばいです。もうチェンジめちゃめちゃしてます。ということで、まあ今回は寒さ対策ということで、サニーさん、皆さん来てください。ということで、今日は初めてですね、このサニーさんの中についているヒーターと熱いシャワーをね、ちょっと使いたいなと思う。熱いシャワー初めて。はい、すごいですね。今まで冷たいシャワーばっかりだったんですが、今日はついに熱いシャワーということで、はい、楽しみです。で、なんですけど、僕たちの、温水器、ヒーターをちょっと紹介したいなと思います。ここです、皆さん見てください。ここにですね、サニー号の温水器とヒーターがついてます。これなんですけど、ここは JP ヒーターって言うんですけど、これがね、またすごいんですよ。温水器と、ヒーターが2つになってます。2つセットで、この1台みたいな感じで、大抵やったら FF ヒーターと温水器分かれてるんですけど、このようなすごいんですよ。2つ、1つのセットっていうことで。で、この JP ヒーターはですね、軽油か 100V で、動かすことができます。まあ、軽油使う時も 12V はちょっと使うんですけど、まあ、基本的に軽油か 100V でこいつを動かすことができます。まずこの GP ヒーターはこのキッチンの下にあります。軽油のタンクをね、ちょっと皆さんにどこにあるか見せたいなと思います。そう、 JP ヒーターのですね、タンクがですね、ここにあります。結構散らかってますけど、今日は特別に皆さんにどんなところにあるのかなっていうのをシェアしたいなと思います。こんな感じで JP ヒーターのタンクが入ってます。この中にですね、ポンプもついてます。ポンプもついてて、ここはね、気温を測るセンサーとかもここにいっぱいついてます。でですね、ここからですね、給油タンクアクセスできるようになってます。毎回毎回後ろをこう開けて、ここから給油してくださいって、荷物取り出してってするめんどくさいんで、ここから簡単にアクセスできるようになってます。こんな感じで、ここ鍵がついてて、こう鍵を開けると、ここの給油タンクにアクセスすることができます。ということで、ガソリンスタンドとか行っても、おっちゃんに、ここにポリタンクがあるんで入れてくださいって言ったら、ここから、給油タンク入れてくれます。で、まあ一応これは消防法適合のタンクを使ってるんで、入れてくれることができます。でも、セルフとかでは入れれないです。友人のガソリンスタンドしか入れれないです。で、なんでここから給油タンクして、もともとあるディーゼルタンクから、軽油を引っ張ってこなかったのかというと、まあ、僕たち あのレイアウトなんですけど、シャワーの下に給油タンクがあります、このバスのね。で、結構アクセスが難しくて、もし何か問題があったとしたら、シャワーを全部ひっくり返して、修理とかメンテナンスをせないといけないということで、もうそれやったら別で、JP ヒーター、ヒーターの給油タンクをつけようということで、ここになりました。どうですか？そうですね。まあ、ということで、この中に20リッターのポリタンクが入ってるんですけど、まあ、大体どれぐらい持つかっていうのはまだ分からないです。使ったことないんで。ということで、今日初めて使いたいなと思います。すみません、皆さん、多分カメラちょっとシェイキング、ちょっとめっちゃ寒い。もう今9度ですから。9度、はい。ということで、暖かい風からもっと寒い。あ、で、まあ、レイクもあるし、分からんけど、めっちゃ、ね、こんな感じですよ、皆さん、今回のシャッチャークスポーツ。はい、すごい嬉しい、めっちゃ嬉しい。まあ、今日は夕日見ながら運転席からビア飲めるかもしれない。多分 今までバスライフ東京、多分一番ベスト車中泊スポット。まだ決めません。でも多分まあ寒いんで、暖かいコージータウンを作りましょう。はい、はい、
ということで現在の気温なんですけど5度です。外ね、外の気温は5度で、この中の気温は12度なんですけど、ここでですね、この GP ヒーターの全てのシステムを管理することができます。はい、ということでここをちょっとスイッチ入れますね。スイッチを長押しするとこんな感じで、ランプがつきます。気温です。このキャンピングカーのマークなんですけど、このキャンピングカーの湿度を、湿度ちゃう、温度を変えることができます。こんな感じ、オフから何度いいですか？20度ぐらいが多分いいんちゃうかなと思ってます。今日はちょっと20度ぐらいに挑戦してみようかなと思ってます。で、もう一つ全部説明すると、ここはですね、温水水温を、作ることができます。オフ、エコモードだと40度で、ホットやったら60度に設定することができます。で、この横が何を使ってこの温水とかヒーターを出すか、今フェルなんで、これはディーゼルを使って、温める設定になってます。それをこうミックスにするのか、まあ、電気にするのか、この JP ヒーターは 100V で、動くのか軽油で動くのかって選べるんですけど、それをミックスにすることもできます。で、このこいつは、ファンです。送風でヒーターつけたとしても1から10段階選べて、どれぐらいの送風をするのかっていう感じで選べます。で、この横はですね、タイマー設定することができて、例えばですね、明日の朝の4時にヒーターつけたいなっていう時は、4時に、明日の朝の4時に設定したら、4時に勝手にヒーターがついてくれるって感じです。オンに。はい、ということで、スイッチオンにしました。オンしました。あ、めっちゃうるさい、うるさいじゃない、でもサウンドあります。ちょっとあります。開けてみてください、そこ。OK。その部屋開けて。OK、OK。こんな感じで JP ヒーターが動いてくれてます。はい。で、動いてくれるんですけど、まあそこまでね、初めはね、ちょっと大きい音するんですけど、まあ5分から10分経ったらいつも小さくなる感じです。はい。うん、で、とりあえず閉めてみて、このエリアは3つ出てきてます。キッチンに2つと、ベッドに1つ。で、もう1つはですね、このシャワーの中に1つ、こんな感じで、ベントがあります。もうベチャベチャタオル、うん、ハンギング服、うん、例えばカッパ、うん、傘も、うん、でもぬくい空気着て、それからドライ、はい、でも前、多分10分前ちょっとベチャベチャでも、はい、もうドライ almost finished almost dry、はい、ここはだから洗濯干す場所としてめちゃめちゃ冬いいと思います、うん、really great、はい、and it's nice and warm in there。 あ、ほんまに？シャワー浴びる時も寒くない？はい、はい、温かいシャワーも入れます。はい、ドライイングルーム、and then this one also dry out very quickly、 そう、 あ、そうやね、モーディー、それなんかベチャベチャやったらすぐ臭くなるんですけど、ここでヒーター焚くことによって乾くのが早いです。線引っ張ってきて、で、ここに、洗濯も今日使ったもの、布巾とかバスタオルとかを干す。バスタオル干したら1日で速攻乾きます。はい、うん、で、もう一つはですね、このベッドの下にあります、ガレージエリアにこの、排気口があって、寝てても下からこう上がるようになってます。はい、はい、で、結構今ブーストにしたんで、一番強い風量にしたんで、結構音が出てます。はじめね、oh, yeah. おお、ごっつい強い、一気に強いの出てた。はい、こんな感じで出てます。結構強いです。はい、そうですね、はい、おいで、ちょっとぬくみ、ぬくみ、ぬくみ、もうぬくみです。今もう始まって5分も経ってないです。お、ティッシュ blew away、look、 ティッシュ、ほら、ティッシュ出てます。はい、それぐらい風も強いです。で、もう一つポンプがですね、ベッドの下にポンプあるんですけど、全然音聞こえないです。正直カーペットしました、だから多分今、あ、そうかもしれない、わかんないけど、カーペット多分いいと思います。うん、全然うるさい、聞こえないぐらいの音です。はい、 Yes、 OK、 ということでこんな感じで、ヒーターつけてみました。とりあえずヒーターつけて、それから寝る前に温水シャワーもしたいなと思います。Okay。 ちなみにですね、今ディーゼルでしてるんですけど、 12V も少し使います。ということで今電気とか全部使っててしてるんですけど、まあでも一応すごい 20-30W は使ってるかなって感じです。ヒーターにかなり少ない量です。はい、ということで今なんですけど、気温が、車内の気温が11度です。見えますか？11度です。で、どれぐらい上がるのかっていうのを今からちょっとチェックしたいなと思います。 OK? OK! Yes! Have a beer! 暖かくなるから Have a beer! ルースさん、
欲しい。まあバッファライフの方でちょっとしたんですけど、また皆さんよかったら見てください。青森の赤リンゴっていうのを購入したんで、これをねちょっといただいてみたいなと思います。 OK? It looks like more like cider. サイダーみたいな感じやな。サイダーみたいな。あ、面白い味。サイダーみたいな。ビール、うん、ビールなんやけど、ちょっとリンゴフルーティーなあのテイスト絡み合ってるみたいな。10点中何点？10点中で言われたら 7.5。 7.5 7.5 来ました。はい、飲んでください。おねぎあげます。おネギじゃんでーす。おネギ早く飲んで、早くおネギ。サイダービールでしょ。なんかちょっとおかしい。10点中何点？4点いく。やば、怒られるでよ。まあ正直でよろしいです。すみません、わからない。多分私のイメージちょっとサイダーみたいな、ちょっと甘いっぽい。でもビールやろ。甘くない、普通のビール。ちょっと、like、kind of like ノーマルビア。 Yeah, I think I prefer normal beer. OK, ノーマルビアの方が好きらしいです。リンゴさん。OK? はい、現在なんですけど何分ぐらい経った？19度まで上がりました。How many times? Minutes? 多分10分ぐらい。もっとアメリカで5分、6分。6分。6分、OK。6分、7分、分からない。ちょっと覚えてないですけど。うん、まあそんな感じで、今 19.3 度まで上がりました。でも 19.3 度でも、ちょっと寒い感じがする。どう思う？はい。多分もうちょっと上げてみる？多分25、28度。25? 多分35、30度。それやばいって。寒さになってもらえん。そうなんです、大好き。25いくか。OK、25までセットアップ。はい。25。覚えてる、トニーの時、うん、めっちゃ寒かった。やばい、はい。あのシーバーの時ゼロデグリーズ、うん、今日でも 5まで下がるから結構近い。シーバーともあの時寒すぎて、皆さん覚えてますか？あのディッシーズも、うん、暗くなる前に全部終わらせて、寒いからあまりにも。どう？そうですね、相当絶対行きたくなかった。行きたくなかった。寒すぎた。いつも手めっちゃ痛いなりました。だから今回、うん、サニー作った時は夏のめちゃめちゃ暑いの、うん、と冬のめっちゃ寒いの、うん、これを一番力入れてしました、はい、なんでこのドアとかも全部閉じました。はい、インシュレーションのため、うん、ガイナ塗ってます。ガイナどう思いますか？塗ってみて。うーん、音はめっちゃいい、はい、サウンドプルーヴィング。そうですね、サウンドプルーヴィングが皆さんめちゃくちゃいいです。これ夏いいと思いました。夏も良かったです。冬まだ経験あんまりありません。まだないです。初めて、今回初めて。でも今まで大丈夫と思います。一回、はい、サニーとトニー2台並べてて、トニーとサニーテンパチャー測ってみたら、トニーの方が熱かった。あ、そうですか。トニーもホワッ、ね、っていう意味は、トニーはあれなんですかね、普通の断熱材入れてガチガチにしてるんですけど、うん、ガイナの方が多分いいかもしれん。多分今日の献立はこれです。お鍋をしたいなと思います。はい、サーモンが入ってます。よし、とりあえずこれでいきます。それだけ？はい、後からもうちょっと多分野菜がこうジュワーっていくんで。鍋パリつきました。スープポリース。スープちょっと少ないかな。スープポリースショータン。 You're very very skimping with the soup. OK, so こちらライス炊いてます。はい、ライス今作ってます。それからショータン、クッキー欲しい。はい、うん、一酸化炭素中毒なんて困るんで。 That is painfully cold out there. ほんまに？現在の外の気温は皆さんちなみに3度です。めちゃめちゃ寒いです、外。はい、ということで、ただいまより鍋をいただきたいなと思います。できました。はい。うわー、バリうまそう、やばい。スープめっちゃたっぷり、はい、スープポリース。Come on, man. Come on, man. 今日はですね、このジョッパリっていう日本酒。前にね、バグトラック行った時にいただいたこの日本酒をいただきたいなと思います。ジョッパリ。
酔っ払い、多分酔っ払いみたいな。酔っ払い、酔っ払い。怖いです。美味しい。美味しい。味ない。うまい。どの？だし入れる？いらない。だし。だし警察で飲ませてください。だし警察います。だし警察。だし警察の番号何ですか？115来たらスープ警察来ます。110はノーマル警察、んで115スープ警察。スープ警察ね、スーパーマーケットから。No. どういう意味？ No. I am coming みたいな。Yeah, if you put one more five. Come on, ルースさん、get it please. One more five, shoulders coming. 今日は初めてのシャワーなんで、あっちっち行きましょう。あっちっちのホット。ホットで60度ちょっと体験してみて、実際にこのホットに設定したらどれぐらい暑いのかっていうのをちょっとチェックしたいなと思います。 OK? OK 楽しみですよ、ルーさん。はい、yeah, 楽しみ。ホットシャワー、今までコールドシャワーだったんですけど、今回初めてホットシャワーっていうことで、どうですか？なんかめっちゃ気持ちいい。家、ほんま家や、ほんまに、家みたいな、うん、はい、どこでも住んでる。サムダーティーソックスラインがラン、サムソックス、 Your socksやばいよ。はい、ということで初めてのシャワーの温度をちょっとチェックしたいなと思います。わあ、こん中めっちゃ暑いよ。サウナや、もうほんま。ほんまに？暑い。わあ、めっちゃ洗濯物乾いてます。ホットウォーターはこのミキサーを使って調節することができます。こっちに行けば一番暑いみたいな。ちょっと暑いので一番暑いのやってみます。まあ、ハイでしたんでどれだけ暑いのか。まだ今は水です。いや、めっちゃ熱い。熱っ熱っ。あかん、触られへんぐらい熱い。やばいわ、 JP だ。60度めっちゃ熱い。そうですか。多分これぐらいがいいかもしれん。ちょっと熱いぐらい。熱っ。多分これぐらいがいいと思います。ちょっと水と混ぜていいぐらいの温度になるかなって感じです。あ、でももう十分これでシャワー浴びれる感じです。めっちゃ心地いいと思います。ルスさん、じゃあ先シャワー浴びて Don't put this one this way。 こっち行ったらあかんで、このまま上げてください。 OK、 いいテンパチャーなんで。 OK、 ありがとう。 OK、 ready。 まずはルスさんが初めてのサニーでのホットシャワー。おー、おー、ぬくい。おー、最高。ほんまに？おー、おー、ただ熱すぎる。あ、熱い？ちょっと熱すぎる。気をつけて、ブー、60度やからな。わー、そうナイス。中も暖かいし、シャワーも暖かい。どうも、うん、はい。でも、寝るの前、体がゆっくりなりたい。うん、お茶飲んで、それから熱い水なしシャワーか温泉して、ほんとに最高最高最高。よかった。ちゃんと熱いお湯が出てよかったわ、ほんま。いやー、めっちゃいいアイディア。はい、ということでルースさん、シャワーの方どうでしたか？最高でした。はい、ということで今回なんですけど、たくさんの、ね、人からこのサニーの水のシステムについてどうやって作ったんですかっていう質問があったんで、今回なんですけどダイナグラムをね、ちょっと作って皆さんに紹介したいなと思うんで、概要欄の方にね、リンク貼っとくんで、皆さんもしよかったら見てください。おー、これどうですか？めちゃめちゃ大変でしたね、この水のシステム。結構ルースさんと一緒にミーティングして考えるの、どうですか？ですね、うん、大変だった。たくさん調べました。はい、まあなんとか今こういう感じにたどり着いて快適に暮らせてるんですけど、まあ皆さんもし DIY したいとかキャンピングカー作りたいっていう人いれば、もしよかったら参考にしてみてください。ということでホットシャワー行きます。今日はですね、最高の寒い、気温の中の車中泊でございます。ということで皆さん、アディオス。最高の車中泊です。